はやていた詩を書いていらっしゃるのうん。ここは風が気持ちよくてね。筆が乗っちゃった。まったく。お昼ご飯は一緒に食べましょうって言ったのに、もう終わってしまいますよ。ねえ、キスしよう。のあらあら、はやてさん。変わったご冗談を。 冗談なわけない。本気に決まってる。昼休みの分だよ。ちょっと、はやてさんお耳を拝借ん何何考えてんのよ、はやて。ここは学校でしょ周りに人いないし、いいかなと思って。ダメに決まってんでしょどこで誰が見てるかわからないんだから。そもそも、周りに人がいないのももう休み時間が終わるからでしょ 次、教室移動だけど準備できてるのまだ。とりあえず教室移動の分しよう。だからダメ。何がとりあえずなのちぇー。<え>早く戻るわよ。実験に遅れると同じ班の人に迷惑なんだから。わかってるよ。 うーん、やっと終わった。ココは、一緒に帰ろう。そうしましょうか。ココは、学校お疲れ様の。今日は学校お疲れ様でした。結構大変な宿題が出てますね、てさん。いや、宿題じゃなくて。はぁーん。颯さん、ちょっとお耳を拝借。またなんでそんなにも従うのよ。 したいと思ったから。あんたに理性ってもんはないのもちろんある。ココアのしたくない時にはしない。ココアはしたくないの人前ではダメって言ってるでしょじゃあ、私の家ならダメじゃない、けど。うん。 はやっていつもは全然興味ないくせに、今日に限ってどうしたのよ。だって今日は、ファーストキス記念日だから。記念日って、そんなことまで覚えてるのもちろん、ココアと会った日のことは全部覚えてるよ。はあ、まったく。はやって私のこと好きすぎるでしょ。はあ、当然。 ココアは違うの違うわけないでしょ私だって、本当はいつでもしたいし。は恥ずかしいから言わせないでよ。<laughs> よかった。これで心置きなくできる。んねまだあ、そうか。 とチラシすぎじゃない？よく思い出したら、あの日は深夜を回ってたから記念日は明日だった。はキスは明日しよう。今日は宿題片付けちゃおっか。はあ、はやてのバカ。もう知らない。私帰る。そう！ じゃあまた明日、来てくれるよね。バカバカバカ